どうも皆さん元気ですか？リナちゃんちょ、ようこそリナちゃんです。そしてぜひ私知らないアーティスト、いつも通り結構たくさんのアーティストまだ知らないね私。でも皆さんのおかげでどんどんもっといろいろアーティストの調べます。だからありがとうございます。そして今日も中島美嘉さん、確か日本で聞いてなかった気がする。もしかして昔略称したけど忘れたならごめんなさい。でも本当に略称したのは覚えてないみたい。まあそして The First Take の動画、そして今日僕が死のうと思ったのはというタイトルだから、多分バラード、そして多分切ない。まあでも一緒にチェックしてみましょう。3、2、1、5。お、なんかおしゃれだよね。裸足？初めてじゃない？デフェステックの動画で。オーマイガー。おお。はあ、ピアノの音好きな。で泣いたから波の間に間に浮かんで消える、過去のついばんで飛んでゆけ、僕が死のうと思ったのは、わあ、誕生日に杏子の花が咲いたから、その木漏れ日で声めちゃくちゃ好き。虫の死骸と土になれるかな。八日目漁港の灯台、錆びたアーチ橋捨てた自転車、どこかで聞いた気がするけど、ストーブの前でどこにも旅立てない心、今日はまるで昨日みたいだ、明日を変えるなら今日変えなきゃ、どこかのアニメかな、じゃない、けれど主題歌だったじゃない。僕が死のうと思ったのは、心が空っぽになったから、満たされないと泣いているのは、きっと満たされたいと願うから、なんか綺麗だよね。本当、声もメロディーも歌詞も切ないけど、僕が死のうと思ったのは、靴ひもがほどけたから、結び直すのは苦手なんだよ、人とのつながりもまたしかり、僕が死のうと思ったのは、少年が僕を見つめていたから、ベッドの上で土下座してるよ、あの日の僕にごめんなさいと、パソコン
の薄明かり上階の部屋の生活音インターホンのチャイムの音耳を塞ぐ鳥かこの少年見えない敵と戦ってる六畳一間のドンキホーテゴールはどうせ見にくいものさめっちゃいいめっ僕が死のうと思った聞いてなかったこの曲 この声どっかで言われたから愛されたいとすごくいいわめっちゃ綺麗めっちゃ綺麗人のぬくもりを知ってしまったからなんかこの曲この歌声瞑想みたいな感じで聞くんじゃない？なんかちょっと難しいだからでもなんか聞いたなんかこの曲しか何にもないみたい今聞いてる瞬間。あなたが綺麗に笑うから。死ぬことばかり考えてしまうのはきっと生きることに真面目すぎるから僕が死のうと思ったのはまだあなたに出会ってなかったからあなたのような人が世界を少し好きになったよ、うん、あなたのような人が生きてる世界に少し期待するよ、うんね、わあ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 。わお、いやすごかった。それマジでマジでマジですごかった。あの気のせいかどうか知らないけどでもこの歌声どっかで聞いたなんか感じがしたけどそれ本当に気のせいかもしれない。でも歌声本当にめっちゃくちゃ綺麗だな。なんかこの最初の印象は、まあ、普通に人で見てなんかあなんか綺麗でおしゃれな感じ、そして声もなんか綺麗で美しくておしゃれな感じ、それ言えるね。なんかすごく楽しかった。皆さんもなんかコメントぜひ待ってます。どう思いますか、この曲のこと、このアーティストのこと知ってますか？私そんなにしてないだからぜひなんか簡単に短い一番必要な情報知ったらぜひ教えてください。そして今日もちろん私と一緒に見てくれてありがとうございました。本当にびっくりしたぐらい楽しかった。この曲めっちゃいい。なんか本当に歌詞なんか完璧に聞いちゃダメ楽だから本当に、まあ、めちゃくちゃ綺麗だけどでもすごくすごく歌詞感じたらそれ泣かないのはできないんじゃない。だから最後まで頑張ってたけど最後の方にちょっと泣きそうになったけどでもまあしょうがない。なんか音楽の力ね、歌詞の力
全体的に音楽の。そしてはい、そして皆さん私と一緒に見るのはちょっとだけでも楽しかったならぜひグッドボタンもシェアとチャンネル登録もぜひお願いします。そして次リアクションの中で会いましょうね。バイバイ。